はい、どうも、女性は関係学です。このシリーズではね、なんで日本人そんなにスケブラ。ていうか、スケブラっていう、ちょっと振り返ってみるとね、今まで語ってきたことをね、スケブラっていうものに該当する英語とか外国語っていうのはない。で、かつ、それに完全にマッチしてるような、動画っていうのも非常に見つけることが困難である。このようなことからスケブラっていうのがやっぱり日本で、韓国、お隣の国韓国、そして中国とかでも、それに類似する、映像っていうのはなかなか見つからないっていうことでね、それで考えると、やはり日本人特有の性癖であるのではないかというようなね、まず仮説があり、で、それを、立証するがために、なぜ、スケブラっていうのがそんなに日本では季語であり一つの記号になったのかっていうところを、非常に科学的に分析していくっていうのがこの動画の目的であるわけなんですけれども、さて、で、そこのね、一つのメルクマールとして、1970年代のアニメーション、宇宙戦艦ヤマトの森行きのワープシーンというのが、そのスケブラというものを一つの、なんていうのかな、記号化する意味で非常に大きな役割を果たしていたっていうことを、私は仮説として出しましたと。で、それに続いて、じゃあちょっと今日は何をしていくかというと、そこの、その森行きのワープシーンから80年代90年代に流れていく、スケブラの歴史っていうのをちょっと丹念に、探ってみようと。ケーススタディですね。実地教習とでも言いますか。実技訓練。ちょっと違うか。いいや、どうでも。そういった形でね、ちょっと調べて考えてみようと思ってるんですよ。でね、自分のね、スケブラ、結構な映像っていうのはもう言ってきましたけれども、その特撮時代、変身ブームの仮面ライダー V3 とか、帰ってきたウルトラマンとか、もうあそこら辺とかスケブラの嵐ですからね、もう DVD、もう一遍みんな、もう今 DVD ちゃうやんな、ブルーレイとかでね、ちょっとちゃんと見直してほしいんですけど、もうスケブラしてない女性ほとんどいません。スケブラ当たり前です。白いブラジャーのラインが背中にくっきりとかね、むっちゃね、榊原るみさんとかもものすごい好きですけどね、可愛らしい女性でしたよね。今も結構いいみたいですけどね。いい女性みたいですけれども。そういったね、スケブラのラインとかも当たり前やったのが、そこからどんどん、なんていうのか、悲しいことにね、白は透けちゃうぞ。見立たないようにしよう。みたいな、なんか、わからへんけど、ワクワルさんとかね。日本の、下着メーカー言い始めてね。で、90年代とかになると、なかなかスケブラのしてる人っていうのが、街歩いててもいなくなっていくみたいなね。儚い歴史なんですけどね。なんですけれども。で、まずはね、70年代とかには、旺盛を極めていた、スケブラ。そして、その森行きのワープシーンに見られる、解剖欲求とかね。大人の女性の魅力はどこにあるんだろうとか言って、それをこう透視スキャンしてみましたみたいな感じで、森行くダダダーテーテーテーリドゥルーってこう、ああ、ブラが、自分もちょっと知ってみたいよね、今ね、こう、かって。あ、ここにブラがあって、ここにワイヤーがあるから、あ、やって、乳首の位置が上に上がっているのか、みたいなね。そんな大人の女性の秘密満載みたいなね。秘密に迫っちゃったぞみたいなね、あれがあるんですよ。やっぱ男の子っていうのはね、そういうなんていうの、構造を知ったことで、あれは実は本当の乳首の位置は3センチ下なんだけどさ、ワコールのアンダーワイヤーって、これが形状記憶合金というような最先端の技術でできていてさ、それによってグッて上がってて、それによってで、この胸の谷間っていうのが作られて、あと乳首の上のあたりに寄せて上がってたりするんだよみたいな、そういうメーカーの秘密みたいなね、機能の秘密とかね、
なんでファンクションっぽい、違うな、まあどうでもいいや、まあそういうような感じで、なんか、秘密に迫りたいっていうのがね、男の子は、まあ、どうしてもあるっていうね、なぜか知らんけどね、ドイツ哲学で言えばヘーゲリアンみたいな感じなのかな、なんかこう、なんていうのかな、その世の中の、違う、全然違うな、まあ分からない、構造主義者に近いのかもしれない、なんでそういう構造になったのかっていうのを考えるっていうかね、ある意味非常に哲学的な処理なんですよね。処理っていうのか。まあいいや。まあそんな感じなんですよ。まあ、で、森脇のそのワープシーンっていうのの、まあ、のように、その女性の体の中身がどうな、女性の何、外見で見られる、まあ、例えば、まあ、私も今ね、ちょっとかっちりした、ニュースキャスターみたいな、ニュースキャスターでもないか、まあ分からへんけど、まあなんかスーツとかね、こう、しっかりした服をね、きちっと着て、なんか YouTube を作っていくような、なんか私なりのニュースキャスターみたいなキャラクターをね、目指そうと思ってるんですけど、まあこうね、スーツ。でもこの、やっぱこの形、この造形のフォルムとかっていうのはね、いろんな秘密があって、あ、ここに肩パッドが入ってるね、とかね。ここはなんか、まあいいや、サテンの、こう、なんていうのこれ、ちょっとね、ロココ風の、なんかネクタイみたいな感じで、なんかできてるのかとかね、そういったフォルムの曲線の織りなすラインで、女性らしさが作られていくんだね、みたいなね、なんかそういった、おんにゃの子だよ、みたいなね、おんにゃの子、みたいな、おんにゃの子になっちゃった、みたいなのがね、なんていうか、そのなり方を知りたいわけじゃないですか、結局ね。なんか、おにゃよ子になっちゃったみたいな。で、それをね、じゃあ、話が何を言ってたのか分かんなくなってきて、もう考えてみると、あ、森行き、そうそう。それを知るために投資したいわけですよ、ああいう。そういう欲望が出る。もう、この欲望は絶対なくならないんですよ。ああ、異性っていうのは、素敵だ。なんで素敵が作られてるんだろうみたいなところ。ああ、ブラジャーをしてるのかとかみたいなね。っていうところが非常に重要で、それがまあ一つ森行きで。で、そのね、秘密に迫る方法が、アプローチがどういうのがあっただろうっていうのを考えていくと見えてきて、でもその秘密にアプローチしたいんだけども、その日本における、まあ、何?男の子たち、子供がその秘密に迫るには、そのモザイク文化とか、そこは隠すべきだみたいな、すごい、ものすごい、盗作した歴史があるがゆえに、これはまたね、その秘密に迫るために、盗作した道をたどらざるを得ないというのがあって、で、その、なんで女性の人は綺麗なのかな、みたいなのに対して、こう、解析していく。理解して、分析していくような欲求に対する、アプローチの方法が、70年代、そのヤマトのそのワープのシーンっていうのは一つ典型として、その他のアプローチ方法が、70年代と80年代で非常に大きく変わったっていうところを、ちょっと捉えていると、なぜスケブラっていうのが、日本において一つの性記号となるのかっていうのが見えてくるんじゃないかと思っています。その秘密については次回、見てください。